おはようございます。令和元年9月1日の日曜日です。ちゃんぽんと申します。本日もどうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。1ヶ月ほど前にね、映画ドラゴンクエストユアストーリーをね、見てきましたので、その記憶は私の脳内にね、まだ残っているうちに今日は、感想を少しお話しできればいいかなと思います。公開からある程度の期間が過ぎていますので、あんまり厳しく考える必要性はないかもしれませんが、ネタバレ要素も喋ってしまう可能性がありますので、見ていない人は、ね、注意してください。皆さんご存知の通りですね、この映画、ドラゴンクエストユアストーリーですけども、名作 RPG のドラゴンクエスト5天空の花嫁をベースに作られたフル 3DCG の映画ですけども、今大活躍中の山崎隆監督の監督作品です。もちろんね、この私もドラゴンクエストの大ファンで、まあ、3とか5とか、4とか6になったかな、7と8も、7はちょっと途中までしかやってないんですけど、まあ、8まではしっかりやりました。で、ドラクエ5もね、プレステ2版で中学生の時にね、プレイして、すっごくハマったのを覚えてます。もう話に感動して、まあ、それまで中学生ぐらいまではなんかマリオとかあんまりね、そうストーリーの深いようなポケモンとかね、深いようなゲームはあんまりしてなかったんですが、その時初めてゲームで感動するっていう、ゲームのお話で感動するっていうことを体験して、いやーすごいゲームだなっていうのを感じた、記憶が残ってます。で、ネットでね、この映画のラストの展開について多くの賛否両論が巻き起こっておりまして、私も興味津々にね、様々な方の感想とかを見ました。ね、ネットではね、批判の声の方が多いような気がしますね。私としてはね、この作品は全体的に見て非常に良かったし、大好きな作品になりました。その大きな理由としてはね、まあ、最後のシーンのことはまあひとまず置いておいて、まあ、映像の美しさです。サンタローズの街での少年時代、まあ、パパスがいたりとかね、そういった様子と、戦闘シーンの絵の細かさとかね、そういったところには本当にね、すごいなと思って、感動したし、鳥肌が立ちました。でね、壮大なドラクエのストーリーをたったの2時間の映画にまとめるために、まあ、いろいろなところがはしょられて変更が加えられたりとかしてましたけども、それはまあ映画としては問題ないくらいのことだったんじゃないかなと思ってます。で、問題の最後のシーンですけども、私の考えでは、まあ、ファンタジーで終わるような終わり方だったとしても、まあ、今回のような終わり方だったとしても、普通にミルドラスと戦って、まあ、最終的にもずっと最後までファンタジーっていう終わり方だっても、どちらも良かったんじゃないかな。まあ、山崎隆監督は今回はその、まあ、ちょっとね、AI じゃないや、VR の世界だったっていう世界ね。そういった終わり方にしたんですけど、まあ、そこはね、まあ、皆さん、多くの皆さんが問題に取り上げているところではあるんですけども、そんなに大きな問題なのかなと、そんな大きな問題じゃないんじゃないかなっていうふうには、個人的には感じましたね。まあ、そのくらい私の中で重要だった点は、ゲームの世界の美しい、ゲームの世界を美しい 3DCG で、ね、映像化できたっていうね、それをもうこの映画館で見ることができたっていう、そういうことなんじゃないかなと思います。でね、まあ、杉山浩一さんの音楽とかね、実際にゲームの中で流れてた杉山浩一さんのね、音楽が流れててね、そういった点もドラクエの世界観に引き込まれて、非常にね、私としては大好きな作品でした。ぜひ皆さんもね、見てみてください。今回はね、これで終わりにします。皆さん、ありがとうございました。それでは失礼いたします。